いますね。ごめん。よし、いいじゃない。え？え、貼ってたのにそんなことある？貼ってたよね今。ね今貼ってあれ？今貼ってなかった私。返り討ちにされたんだけど。え、バリア貼ったよね、無敵じゃないのあれ。え？私だからバリアをいいところに貼って今殴ろうって思った。泣いちゃった。ゲーム世界でも私と遊んでくれる人がいないんだ。なんていうの、なんかなんという悲しきさだ。誰が勝負から逃げたのか、切断してここから逃げた先に何が待っているというのか。でも己の弱さを肯定するだけであって逃げというのは良くない。自分の弱さをもの受け入れて初めて強者へ近づくわけで、逃げは良くないです。もう本当にもう泣いちゃった。何より顕微が悲しみます。なんでなんでその一度できたつながりを簡単にあなたは切るの。どうしてなの、どうしてなの。はあ、なんて世の中だ。そうだ、弱気を知れ、己の弱さを知るんだ。私はこんなにも弱いことを自覚しながらもずっと戦い続けてるよ。もうやもうなんか嫌な気持ちになってきちゃった。なんかまた一つ私は今強くなりそうだったのよ。